ナジョニョです。はい、まあ、今年最後のモンストニュースであり、ナムショニュースも今年最後にはなりますけれども、こちら、うん、来ましたよと。いや、まあさすがにね、ある程度ね、うん、情報量が多かったなと。はいはい、新年鳥獣神祭限定キャラ発表されました、はい、まあもちろんね2体でしたね。いましたね。はい、まあ、じゃあまずビナー、1体目はビナーと、はい、貴族性、はい、2体目がエクスカリバー、はい、貴族性、はい、来ました。まあ結構ね、うん、もう予想されてたとは思うんですけど、そうだね、まあ、2体実装って形で、うん、ビナーもしっかり入ってきて、入ってきて、さらに、うん、アーサーのですね、武器であるエクスカリバーがまさかのまた裏疲れましたね今年も。これはね、マジで予想しえなかった、まあ、武具シリーズってのがあったから一応ヒントはあったけどね、うん、アーサーの武器かって思いましたね。びっくりしたな、いろんな意味でね、うん、はい、まあ、いろいろ言いたいことはあるんですけども、じゃあまずビナーからとりあえずいきましょうかね、はい、進化ですね、うん、反射ゲージバランス型とアビティが、マインスイーパー M にアンチウィンド、うん、で回復 M スワビのゲージで状態異常回復と、で SS ターンチャージ M 持っております、うん、でスタイクショットが16ターンの地強化と回復フィールド展開、友情コンボがダブルエナジーサークル L、はい、神化、はい、貫通砲撃型と、ダビティがアンチ重力プレイヤーにアンチワープと友情コンボ ×2 全てスワビですよと、でスタイクショットが狙った方向に3本の毒の波動砲を放つターン20で、友情コンボ回復弾と、サブが分身弾、うん、持っておりますですね。エクサウリアのちょっと続いていきましょうかね、はい、非属性エクスカリバー進化、貫通ゲージスピード型と、ラビティがアンチ魔法陣に、超 SS アクセルでプロテクションスワビのゲージでアンチブロックと全属性キラー底力、6つラビティついております。でサイショットが、HP を消費してパワーがアップ、さらにダメオバリアワーク地雷を無効化、うん、ターン12、流暢コンボが全敵ロックオンレーザー EL神化いきます、反射砲撃型と、ラビティが超アンチワープと、バリアに SS ターン短縮、どれも数尾、うん、サイショットが、壁に触れるごとにパワーアップして味方を動かして敵を打ち込む、はい、ターン25のグーフィーが守ってた SS ですね、うん、で友情コンボ、新友情オートジャベリン、はい、でサブ放電、うん、以上です。まあちょっと一気にいっちゃったんですけど、順を追って説明していきます、うん、はい、ビナー進化、まあ、SS ターンチャージ M っていうのが、まあ、今まで単茶があって、3体目触れた味方確か1ターン SS 短縮とかだったっけ、あ 2ターン短縮だったんだっけ、2ターン短縮が3体になったと。そう、まあ、L も今後ある可能性がちょっと見えてきたっていうあれですよ ね。ただちょっと枚数 M にアンチウィンド回復 M 状態症回復、なんか貫通で持ってほしい性能が結構いっぱいついたなっていう印象ですね、まあ、パッと見ちょっとガブとかぶるっていうか、うん、そうですね、まあ、使わないでしょうね、反射でこう来て、うん、これはちょっと厳しいんじゃないかなと、ちょっと、まあ、一緒に使って感じにはなるのかな、うん、でメインは多分これみんな神化なんじゃないかなと、うん、はい、まあ、でもこの進化の方も状態上回復がぶっ刺さったりね、回復だったりが必要なシーンでは、うん、まあ多分相当重宝する性能に、うん、入れといたら安定するようなキャラって感じかな、思いますね。ただ燃身しちゃうと力が足りないかなと、うん、はい、だからこいつをこれからカムイって呼びますね、はい、神化砲撃型、はい、ですね、重力ワープ友情コンボかける2、まあでもなんか電子感すごいなかったんですよね、だからこの時点で結構もう、あ、ビナーはね、うん、それはね思った、確かに2体目あるだろうなっていうのは、うん、ほぼ確信に変わった感じだよね、性能も背負気だし、まあオリジナルじゃなかったっていうことで ね、あるけど、はい、ということで、まあちょっとパッと見弱そうにこれも見えるんですけど、まあ若干ケラート意識かなってのは思いますね、うん、これは、ね、ちょっとはっきりした部分あるよね、うん、重力ワープ、一応説明しておくと、ケラーと白爆発 EL を持ってるんですけど、あれ爆発回数が複数なのかな、それが理由かわかんないですけど、友情コンボかけるに1回の爆発友情で2個出るんですよ、うん、それがちょっとやっぱ相性良さげなところがありますよね、回復弾も当たったら強いっすからね、そうっすね、これただ、まあ、今の中だったら弱い友情のコンボにはなってくると思うんでね、まあ、これもね楽ちんじゃ全然ないから、うん、そうですね、そう、まあ、砲撃弾なんでね、多少威力は期待していいのかなと思うのと、あとまあ分身弾も多少なり砲撃ならやってくれるんじゃないかなと思うんで、弱くはないと思いますね、こいつ貫通だし、ここもビナーはちょっとだから、うん、まあほんとカムイ枠感がそうですね、すごい、まあ、あからさまなよね、まあイラストそうね、
エクスカリバーが男性キャラだっただけに、うん、ちょっとイラストとかそっちで寄せてきてるのかなというか、はい、ハミカのイラストむっちゃ好きだけどね、これ。いや、すごい、めっちゃいい、めっちゃいいけどね、めっちゃいいです、今回イラスト進化も。ハミカ全然見てないけど、うん、でね、今回俺事前のやつだったらちょっとアニメキャラ出してくるのやめてほしいなと思ったんですけど、うん、あの直近のアニメの輪で一気に覆されましたね。むしろビナ来てほしいになったんで。あ、そんなだったんだ、はい、見てない人ね、ぜひね、あのモンスターアニメちょっと見てほしいレベルですね。そう、意外にビナね、コメント欄とかも知らない人が結構いたみたいだけど、うん、だから結構今回今厳しめの評価で2体とも言いましたけど、うん、俺結構ね強くあってほしかったですね、ビナ。これ強くなってくれたら嬉しかったレベルでした ね、 ね、これイラストが超いいですね。トラブルのモモにしか見えねえな、神か。すごい、でもイラストマジで、うん、超いいって感じですね。いや、攻撃力が4万超えるって言ったんだっけ、これ言ってた気がする。そうですよね。だからこれ攻撃の捨てじゃないみたいな、うん、結構やってるあれにはなるのかなと思うんで、うんうん、まあこのカタログスペックだけじゃなくて捨てもぶつかってきてこう捨てもらってるならもう割と今言った評価よりはるかに使ってみたら強いって形になるんじゃないかなと。そう、あとそう、だから使ってみたら、うん、やべえってなりそう。そう、正直、ね、SS も結構据え置きといってもなんか倍率めっちゃもらったりしますもんね、うん、アベルもそうだったけど、なんでドラとかもそうだけどなんか、うん、多分強いよ絶対、うん、なんかまあエクスカリバーに押されてる部分はあるけど、ビナはもう普通に強キャラではあるとは、もう限定ぐらいのちゃんとやってくれるんじゃないかなと思います。そしてエクスカリバー、はい、これがやばいっす。これはね、正直なんかイラスト全然自分好きじゃないけど、いやね、めっちゃわかる。アビリティはもうやばいっすね。いや俺ね、それ言いたかったっすね、今回近年まれに見る、はい、やばい感じがもうプンプンする。うん、エクスカリバーのいい順に並べていくと声、性能、イラストっすね。で、小西さん、今回ね、いやちょっと鳥肌しましたもん、ね、うん、すごい、すごいっすね、やっぱすごいっすねってか、すらそうなんですけど、欲しさ5倍ぐらいになりました ね、 ね、そう。でちなみにあれですね、ビナはもうほっちゃんがやってるんでね、堀江さんがやってるんでね、あの知ってる人ぞ知ってる声優さんだと思って、うん、超有名声優さんなんでね、はい、まあ、性能の話しますか。はい、まあ、こいつね、ほぼ新しいのばっかりついてるんですけども、うん、まあまあ、超 SS アクセルなんぞやと、はい、これは、今まで SS アクセルはね、あったと思うんですけども、うん、HP がまあ 50% 以下で SS さんが短縮っていうのがあったと思うんですけども、うん、それが 80% 以下で SS がね、うん、短縮できるようになったんで、まあ、ほぼほぼ発動するんじゃないのっていう、ね、でプロテクション、これも新しいんですけども、はい、受けるダメージが一定量以下の場合、うん、ダメージが1になりますよ、はい、まあ要はサソリ状態に近いんですかね、うん、またダメージは言ってなかったんで、ちょっとどの、ね、何歩に何歩以下がわかんないですけど、なるかはちょっとまだわかんないですけど、はい、だね。まあ、SS の後消費量も言ってなかった、言ってなかったね、うん、なんでどれぐらい消費するのかなっていうのと、うん、あとまあこれ実装パワーアップって書いてあるけど、速度アップもとして入るんじゃないかなと思うんですけどね。パワーアップだけだったらどうなんだろう。あ、でも入んねえかな、スピードアップは。すげえ回って打てるからちょっとないかもしれないね、うん、スピードアップまでは。まあ、だって言ったらオーランチだもんね、8ターンこれ、うん、で全敵録音レーザー EL も一応初と、うん、はい、うん、初ですね。まあね、これが一番やばいと思う全的 EL になったらやばいと思う。これ太さあれ絡まるし、うん、全的だって遊戯かなんかについてましたよね。ついてた、ついてた。いや、これ強いと思いますよ。これしか貫通なんだよね。そうね、全属性キラー早かったっすね。キラーの次早かったね、てか、うん、うん、であとすごい気になってるのは、これバリアじゃないんですよ、プロテクションって。無効化するって言い方してたんで、うん、ちょっとおっってなったのが、うん、これ毒切りとか、あの毒の攻撃って毒がメインになってくるんで、威力は弱いことが多いじゃないですか、うんうん、その辺の毒をね、攻撃防げるんじゃないかなと思ってるんですけど、毒も1なんのかな。そう、威力が防げるとは思うんだけど、うん、その毒状態ってのまで防げるのかなってのはちょっと疑問だったんですよ ね、うん、ね、確かに。なんでそこが、まあでもね、気になるところ、ね、受けるダメージ次第によってはさ、うん、ね、なる可能性はちょっとは分かんない。霧とか毒拡散とかの威力を無効化した時に、うん、それと同時に毒も無効化してくれる、うん、食らってないって判定になるなら、うん、まあ、実質クエストによっては毒無効としても使える可能性があるんで、うん、どうなってくるのかなとはちょっと思いますよね、うん、まあこれでもちょっと底力と超アクセルも相性いいし 2.25 倍自分出せる、うん、ただまあ冷静に見つめてみると、一応アンチ魔法陣とアンチブロックだけなんでね、そこはね、回り始めるまではちょっと ね、はい、で言ってしかもまあレーザーだから、うん、ちょっとレーザー割りは、ね、いやこれぶっ壊れてるだろうな、ほんと全敵レーザー言える、うん、はい、でまあ一番注目されてるだろう神川、はい、来ましたよ。どっかの主人公かな。でまあ
うん、SS は、ね、一応グーフィーが持ってるんですけども、はい、壁振りごとにパワーがあって壁ゴン大号令ですね、よう言うなれば、はい、でオートジャブリン、うん、これが新しいんですけども、説明聞いてもちょっとまあ難しかった難しかったね。仲間に付与された属性貫通弾が近くの敵を攻撃、うん、で8個属性貫通弾まあ付与するみたいなんですけども、うん、まあ、そっからどういう風に飛んで、まあ、近くの敵をロックオンしてパッパッパンみたいな感じで飛んでくんだろうと思うけどね、あの追撃貫通弾みたいなやつが、うん、8個みたいな言い方してたんで8個がなんかこう地雷みたいな感じで回ってるみたいな印象だと思う。でも8個やばいですよね。まあ友情1回しか発動してないじゃないですか、うん、で触れた味方にそれが付与されるんですよね多分。そうってことは2周絶対継続するってことですか。だって8個にする意味ないですもんね。そしたら打ち切るんじゃないかな。どうなんだろう、そこちょっと。これも多分言ってることやばいんで、うん、結構やばいと思いますこいつ。これもだって超ワッパリアでしょ。そうバカ、ね、で放電持ってますよ。 SS 楽しくで放電についてお話がしたいんでいきます、うん。砲撃型のサブ友情って、パワー型のメイン友情と一緒なんですよね、うん、基本的にね。違うやつも例外確かあったはずなんですけど、でそれで計算するとあのパワー型の砲電がいないので大雑把にしか計算ができないんですよ、うん、でそのサブ友情の威力って結構キャラによって違ってて、うん、例えばあの、何を例えにしようかな、あのエナジーバース4ナモニケスサブ友情で持ってて、うん、メインでたらヴィランパンドラが持ってるとするじゃないですか、うん、そこの減少率と他の友情の減少率とかとは違うんですよ、うん、だからあのサブ友情にメインであった友情がサブ友情になったってだけで、あ何倍に 0. 何倍にすればいいのねみたいなの単純計算ができないんですよね、うん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 、でも遊撃エールと紋章で 1.25 倍の両方つけたとしても刹那に届かないぐらいになると思う。刹那より2万低いとかになるんじゃないかなって予想してます。十分じゃないですか、うん、全盛り行って10万かな多分十分です。そっから上がるわけですから、この優勝は。本当十分です。紋章なし運用したとしても8万ぐらいになってくるのかな、多分ね。おかしいおかしい、うん。普通におかしいよ。いや、あのね、これサブだとしても強いと思いますね。うん。うん、だ刹那死んだのは間違いですね。これはね、間違いなく。刹那とは区別ができるとは思うんだけど、にしても強い。にしても強いですね。これサブ放電は砲撃型で。しかも、うん、超アンチワープっていうところでなんかね、うん、アマテラスとかの組み合わせできそうだしね、オートジャブリンコピーできて、なんかその辺の単浴びのが、これはね、まあ単浴びでよかったっすよね、うん、なんかワープなの意味深すぎるもん、うん、こっちは確かにね、まあ、ちょっとマナに近い感じにしてくんだろうね、多分ね。もうなんかパッと見進化の方が楽々友情っぽいんですけどね。そうだね、うん、多分貫通だし、うん、オートジャベリンは結構追撃貫通弾とかに近いような運用になると思うけどね、うん、なんかあんま威力出なかったりするのかもね、もしかしたらね。あとなんか確かにあとはなんかその貫通とか真横盾とかで取ってたりしたら強いような感じがするイメージ、ね、まあ、あと威力次第ですよ ね、 威力次第ね。初友情に関しては全く何も言えないんで、ちょっとわからないし、まあ、でも数々の年始キャラが今まで出てきましたけど、期待を裏切ったことが一度もないんで、うん、それどっちかは多分ぶっ壊れてると思う、うん、なんか最初神化で後から進化みたいな感じになるのかな、これは多分。でも放電あるからな、これどっちも強いんだよな、これパンドラバナーな気がしますね、うん、パンドラの時も結局両方強かったじゃないですか、ぶっ壊れって言われて。どっちも強いな今回、どっちも強いっすね。これはちょっと待って、実装待ちかな一旦ね。これは、うん、なんか、うん、ぶっ壊れスペックだと思う、どっちも。まあ、神川でも進化よりか絵は好きですね、うん、あ俺も神川の方が好きだな、うん、今回どっちも、うん、ビナーもそうだけど良さそうだよねこれね。エクスカリバー、まあ、アーサーね、いろんなあのエンタグの騎士の武器が出てる、うん、久しぶりだよね男で年始は。初か、初の、あでも初か、カムイが男って認識なら男だけど、まあほぼ初って言っていいっすよね、うん、そうですよね、うん、エクスカリバーだ、いやびっくりしたけど、びっくりしましたね、うん、2種類か。でじゃあまあこちらが、あとおまけがね今回、ワクワクのステッキが新たに追加されて、はい、まあ、10連だと1回につき、うん、5個、はい、ストーン5個と一緒についてきて、まあ、シングルだと、うん、いつも通り足す、はい、1体だけなんですけどね、ワクワク席に追加されましてと、で1日の水曜日0時から4日土曜日の11時59分まで、はい、一応新春長寿は決めますんで、あとそうだ忘れそうになってたけれども、イラストですね、イラスト違いモーセとソロモンでした、はい、まあ妥当に、うん、ここが来ましたね。モーセがかっこよすぎる、
モーセもかっこいいし、ソロモンがかわいすぎる。かわいい。不要じゃん。ソロモンめっちゃいいなこれ。めっちゃいいっすよね、うん、これ。これ進化がすげえいい。ソロモンこっちの方が好きかもしれん。カニかなんか。まあモーセもどっちもやっぱいいわ。いやソロモン俺もこっちの方が好き。うん、生首になんないでしょ絶対これ髪か。なんかあのゴエモンの新春バージョンみたいな時みたいな感じで。これどっちもいいわ。見移させてほしいです。いやそっちもいい。これもだからねあの出ますよっていうことなんで。うん、持ってない玉全然出ていいっていう、はい、モーセいいなこれ。進化モーセかっこいいな。なんか使いたくなるような絵だな、はい、で、うん、新イベント、はい、こちらも1月4日土曜日12時からすぐ来ますよ、うん、で、まあ、これがねブグの一番新しいシリーズで、はい、まあ、バルムンク、はい、アロンズロット、ブリューナフと、もうすぐその誰が武器なの、そう誰が誰の武器なのかもう全然出てこない、ぐらいにはなってるけど、ちょっとザザッといきましょうかね、はい。貴族性バルムンク中心化と、うん、反射ゲージバランス型でアビリティがアンチなメジョールアンチウィンド、ゲージでアンチワープ底力持っております。でスタイルショットが、遅延ですね、20ターンの24で友情コンボパワーフィールドと状態上火薬ブラスト、うん、次、光属性貫通ゲージバランス型とアロンズロットですね、アンチ重力バリアにバリア付与スワビのゲージでアンチブロックとダッシュで、スタイルショットが自強化とフレーター的フレートスピードパワーがアップする状態にすると、あのゴエモンの、髪型と一緒のものです、うん、16の24、友情コンボが超強電撃、うん、超強次元斬を持っております。で最後闇属性ブリューナク貫通ゲージバランス型と、アビティが、アンチ重力バリアにアンチ魔法陣で、ゲージでアンチ減速壁と魔王キラー、で最初とが前方の広範囲に無数の落雷を落とすと、8ターンの24ターンなんで、まあ、月読み0と一緒ですかね、うんうんうん、8ターンで打ってるね。友情コンボ超強貫通免疫18 18超強ショットガン、なかなかだから面白いですね。どれもいい性能してると思うんですけど、怪しいのは、まあ、アロンズロットが、いや間違いないです、普通に闇豪絶この後まあ言うんですけども、うん、イデアにはまりそうな性能してるっていうのが怪しい、怪しいですね、うん、プンプンしますね。あとまあブリューナクとかもなかなかね少ないギミックところ、うん、重力以外のところで使えそうな、なんか今後ありそうな性能を持ってますけど、ね、ブリューナク強いし、重力魔法陣原則からいいですね、うん、重力魔法陣ってだけでも結構使える、あ貫通か、強いですねこれ。8ターンラクライもあって、ね、8ターンラクライがすげえ強そう、うん、でバルムンクもね、あ結局ガブは出ましたけど、うん、このダメオワープね近畿12割とまあ適性少ないなって人もいると思うから、うん、多少遅延があるのは嬉しいことですよね。ダコループ抜けやすいしね、まあ、みんながみんなクラピカ持ってるわけじゃないし、うん、そうですね、バルムンク来ました。あ、そうか、もうクラピカもそっか出てますもんね。クラピカじゃあ一応増えてきてはいるのか、うん、まあでも増えるに越したことないよね、うん、で、こちらあと月球局ですね、はい、ミカドマツ、貴族性、進化神か、うん、で、あと非属性のハッツヒノデイと闇属性、落としたマコ、うん、まあお正月の日なんだ、うんようなものが来ておりまして、さらに、今回オラコイイベントもね1月1日水曜日からあの来るようですと、うん、これが一応まあクエストがフグ袋で、ここでまあオラコイン集めて、うん、新キャラクターチュミー、まあ、来年がネズミ年なんでね、うん、このキャラクター交換できますよと、さらにこれまでの、新年キャラも交換できるようなんで、今まで運極できなかった人はここで一気に運極稼ぐこともできますし、うん、アイテムで、まあ、レベ初戦型ありますね、証結構グロいレパートリーブロショー、はい、証石とかなり美味しくなってますんで、まあできっと多分集めやすいね、そう増えたと思うから、これ全部と取るレベルだと思う。でやばいのが、うん、新春 SS ボイス変えれるらしいんですよ。あ、てかそれそれボイスエット全4種、うん、そうこれ激アツじゃない、これすごいね。ね、小西さんとほっちゃんが3種類ずつぐらいあるってことだよね、だいたいね、うん、2種類、4種類ってことは多分 2-2 で分けられるのかな。そうだね、うん、あの多分ヒロガコラボの時みたいな感じになるんだろうね。そうだね、交換したいね、それは500だから安いし、うん、でもすごいですね、あと今までの新春キャラもそれ交換できるのは優しい、これは優しい、普通に絶対回るよ、絶対こっちも早いもんね、うん、そうだ ね、 すごいね、これマジ助かる、うん、でなんか証もつけれるみたいなんでね、調整でも大丈夫と。そう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 、だから、うん、これがあと17日金曜日までなんで、まあ結構あるからね、結構半月あるから、うん、余裕でしっかりやって回ればいいんじゃないかな。趣味かわいいし、趣味かわいい、進化マイクかわいいが、まあ一応新イベントと新年のイベントでザザッと来るようなものなんですけども、はい、2日、1月2日19時、21時で、うん、闇豪絶、うん、イデアやってまいりますよと、うん、すごい
可愛い怖いみたいな、可愛い悪魔みたいな、ムーの友達かな、あ、だなんか、うん、そういうちょっと生命体感が、うん、ね、なんか作られた人工物感すごいですね。そうだよね、うん、今までのなんかなんだっけ 2週目後です何シリーズだったっけ、あれ理想郷じゃないですか、パラドックスコンプレックス、あ、違うか、なんだっけこれ、なんだっけこれ、哲学なんか思想、思想だっけ、思想なんだっけ、なんか、まあ、そういう系ですよね、そういう系にしては顔がドンと、そうね、これイラストすげーいいな、うん、進化前は進化前っぽいし、すげー新メドリー感いいですね、うん、左右対称の、こちらもね、ちょっと多分ライブ配信やると思いますんで、うん、イデアで新ギミックが追加されるみたいですね、はい、封印された弱点に触れると敵の弱点が出現、なんで弱点が封印するみたいなギミックが出るみたいです。さらに弱点パワーアップパネルも出ますと、はい、で弱点の攻撃倍率が上がると、うん、難しそうですね、難しそうだから弱点封印を解いてから弱点パワーアップパネル通過して弱点殴れるみたいなことなんだろうね、はい、なるほどね、もうなおさらアベルが怪しいですね、怪しいね、自分で2倍出せますね、あいつね、でさらに、まあ、もう大体、はい、ね、言ったんですけれども年末、ガチャ結構生きてきます、いやこれやばいですね、12月29日日曜日まず、うん、今年最後の発売確定ガチャ、はい、次の日12月30日月曜日、うん、重心カロン2019、うん、アルファ大賞、いやこれやべえっしょ、で最終日大晦日12月31日火曜日2回引けるオールスターガチャ、うん、保証確定、いやいや、ドドッと、いや待てて、200個回収しに来てるの、これ200個回収しに来てるよね、でこれ今回、うん、一番やっちゃいけないことをやりました、この重心カロン待つっていうのかな、待つでいいのかな、うん、とこのオールスター感謝ガチャで出る重心化後のキャラベベショと戦型の書解放済みってやばくない、やばい、え、これ戦型の書ダメでしょ、それだってもうもらってるようなもんだよね、そうだよ、つまり引くってことでしょこれやばくない、これだってこれ重心化ガブリエル出て超スピード出てくんでしょそれあっちいな、やばいよねこれ言ってること、大丈夫かな、これでも俺重心化待つちょっとスルーしようかなと思ってんだよね、これ重心化待つって、うん、グングニルアルファとかも入るのかな、どうなんでしょうね、でグンアル入るならここにピックアップされそうですけどね、最終のだから、まあ、今日で、うん、一応ね、うん、最後のアルファシリーズがのガチャが終わり、うん、クリスマスの終わりになってるけど、それ対象になるんだったらやばくない、うん、いろいろね、伏せ姫アルファとかノンノアルファとか入ってて、でも今年のって全部書いてあるから、どうだろうね、でももし軍アル入るなら俺ここのレパートリーに入ってくる気するんですよね、まあ、そうだよね、うん、でもこれガブがいることで限定もあるってことじゃないですか、うん、限定重心からノアとかも入ってくるってことでしょ、今年重心化したキャラのみって書いてあるから、うん、もしかしたら入ってくる、入ってくる可能性あるよね、もう今年って言い方してんだったら、割と直近のやつ入れてこない週するんで、うん、もしかしたら入んない可能性もあるってことですね、まあ1回しか引けないんでね、これね、確かではね、1回のみって書いてあるよね、1回しか引けないんで、うん、うん、1回限り、これ初で書くとクソ熱いな、これカエサル入ってんじゃん、え、これ超熱いじゃん、これ発言もこれ多分 全対象だよ、ね、全経済含むだから、いやこれちょっと全部いこう、でもこれ待つ、あ、そっか、でも線形解放ありますもんね、それはちょっとでっかいと思うね、うん、そう、線形解放あんなら引くべきか、これが200個回収しに来たと、うん、最初この3日間でね、うん、で1日以降はお年玉ターゲットと、まあ、でもここで確かにな、うん、アベルが引けそうな感じなのがいいね、最後のチャンス、あ、そうだね、アベル前で引ける可能性があるっていう2回ね、あ、そうですね、うん、アベルも引けるのは大きいかもしれない、発言も入ってるだろうし、うん、発言獲得だね、はい、 いや、はいしかないじゃん、これいや、でもまさか、うん、アルファを入れてくるとは思わんかった、いや、でもすごいね、ここにノンノンアルファ持ってくの分かってるね、うん、やってんね、ほんとノンアル、敵アル、サタンアルファ、え、だって茨城アルファ入ってるでしょ、ムーアル入ってるよ、敵アル入ってるよ、そう、敵アル、敵アルとか欲しい人多いんじゃないの、持ってない人全部だと思うけど、いや、ぐらいかな、え、ですね、うん、いや、年末年始って感じしてきましたね、うんうん、でもなんか今までこの年末に来てるガチャの中では今までで一番いい
かな。あ、そうですね、うん、そのなんか毎年大晦日だけでなんかあったけど、うん、来てる感半端ないし、とりあえずこれ出しとけば年末に引く人おるっしょみたいな感じ、うん、これはさすがに引くっしょみたいな、うん、これはでも引くね、うん、うん、かなっていう感じ。あと一応妄想年越し TV が21時から、はい、大晦日ねあるんですけど、僕らも出させていただきますので、はい、白組でゴージャさんとかガイレクさんとかで一緒のチームみたいなんでね、頑張ろうかなと思います、はい、よろしくお願いします。ラッキーモンスター、はい、12月30日月曜日4時から1月6日月曜日3時59分まで、アスサルト、始皇帝、ジョヤベルン、座敷わらし、大掃除、タコブラザーズ、以上です。はい、はい、まあなんか年始にちなんだよね、年始にちなんだやつが入ってる、ね、ジョヤベルン入ってるの面白いですね、うん、ないね、言ってないことないよね。まあそう、うん、かな、マジでそれ以外なんもないですね。はい、もう多分ね、本当できたお知らせの方ではねできてると思いますんで、あ、一緒に確認していただけるといいのかな、ね、これ見る方はまあ大体もう情報は追ってるんじゃないかなと、うんうん、はい、うん、なるほどね。難所ニュース、はい、いきましょうかね、はい、まあ、さっきあの、まあ、妄想年越し TV のことはもう言ったんですけども、はい、明日ちょっとねこれはまあ YouTube の方ではないんですけども、はい、ミルダムの方でちょっとした、配信、まあ、いつも土曜日はね、うん、配信してるんですけども、はい、ちょっとより企画が面白い配信を明日の19時からやっていきますんで、うん、まだちょっとミルダム登録しないわって方は概要欄から飛んでいただけると、はい、僕らのね、ページ出てきてフォローしていただけると見やすくなっておりますんで、はい、この機会にぜひよろしくお願いします。そちらそのミルダム側からねウェルカムイベントって形で、うん、いろいろやらせていただいてまして、うん、ギフトカードだったりいろいろ所存を交えてね、うん、一緒にやる企画でプレゼントとかもね多少あったりするので、うん、ぜひね遊びに来ていただきたいと思います。いい、うん、でそれとは別にミルダムさん側の方でもね公式ミルダムさんのツイッターの方をリツイートフォローしてたりでやるねなおしろウェルカムイベントっていう形で、うん、キャンペーンもやってますので、うん、もしそのギフトカードとかの応募したいよって人がいれば、うん、公式の方をちょっと先に行っていただければと思います、うんうん、で僕からもう一件ちょっと告知があります、はい、ですね先日行ったクリスマスライブですね、うん、数多くの、うん、クイズをやったと思うんですけども皆さん本当にご参加ありがとうございました。かなりの量をねいただきましてで直しろクイズとあと直しろクイズ2という形でクイズを2種類ねパターン分けしてやらせていただいたと思うんですけれども、うん、直しろクイズの方はもう当選者確定しまして、うん、おめでとうございます。5問全問正解ですね、うん、の方が7名あ結果そんないたんだ、はい、7名結局いましてで僕携帯の方でね当日確認してたんで、うん、追えないところがあったんですよね、うん、なんでそれでちょっと確認不足だったところがあったんですけど7人全部でいたんですよね、うん、で俺そんな正解する人いると思わなくて5人分しか用意しなかったんですよなんですけどまあ、せっかくなんでね7人全員にプレゼントしようかなってことでもしこれ見てる方だったらDM の開放しといていただいて僕からダイレクトメッセージを送らせていただきますので、うん、5000円のコード、うん、どちらがいいかだけ、うん、決めといていただければと、うん思いますのでよろしくお願いします、はい、で直しろクイズ2の方ですねこちらの方の当選者はまだ抽選の段階なんですけども、全部で大体10名様ぐらいに、うん、まあ当日言ってた2000円のギフトカードもしくは単行本全巻セットみたいな形で送らせていただきますのでそちらはもう当選者に選んでいただくって形でねまあできればその年始を間に合わせるようにねそっち後で引きたい人結構いると思うんで、うん、送らせていただきますので、うん、ぜひねそちらの当選者も後で後に DM を送らせていただきますのでDM の開放あと鍵役だったりすると無理なので確かによろしくお願いします。で一番肝心なこと言います、はい、で3日間ですね今回年始が近いんで早い段階でやりたくて、うん、まあ3日間ぐらい、まあ、大体3日間の間に、返信がなかった場合は違う方に回します速攻で確かになんで前回1週間でやって、うん、その返信ないがちょっと続いちゃってね、うん、ぐだついちゃってね前回送る方とかかなり遅れてしまったんで、うん、今回はちょっとその段階そのサイクルでやらせていただきますので、うん、そちらだけねちょっとよろしくお願いします、はいはい、というわけなんでまあ年末年始皆さんいろいろこれコメント欄で思うところあると思いますんで、はい年末ガチャ引きません引きますとかもう年始で全部プップしますとかね、はい、コメント欄ぜひよろしくお願いします。いやまあでも、はい、ほんとエクスカリバーが意外すぎました、うん、意外だったね、うん、人はちゃんとよろしくお願いします。お願いします。で今回もゲーム最長5からお送りしましたナビプロでした。一緒でした。よろしくお願いします。ありがとうございました。